でしょう、いきなりちょっと質問させていただいていいですかね、皆さん。ここにいずれ立って喋ってみたいなっていう気持ちが1ミリ以上あるっていう人、手を挙げてください。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな皆さんに対して、まあ、僕の話ちょっとさせていただきたいんですけども、僕貧乏だったんですよ。学びがあったらその学びを生かして自分が変われるんじゃないかと思って、借金してこういうセミナーに通ってた身分なんですよ。まあ、今ね、おかげさまでこんな金持ちなんですけどね。ここにいる全員に催眠術をかけます。なんでかっていうと、今ダフに出てこのステージの上に立って、やっぱりいつか喋れるようになりたいって皆さん言ってくださったじゃないですか。僕これがすごく重要なことだと思ってるんですよ。なんでかっていうと、借金してまでいろんなセミナー通ったり、もういろんな勉強しました。心理学、脳科学、マーケティング、いろんな人のとこ行きました。いっぱい人がいるのに、なんで成功者がこんなに少ないんだろうなって思ったんです。僕は自分に催眠術をかけたんですよ。まあ、早い話がこれは自己暗示というものなんです。で、僕がなんでダフを広げたいかっていうと、今日本っていうのはすっごくすっごくくだらない国になっちゃってます。少しでもね、僕はそういう自覚とかを持った人間が日本って国をね、いろんな部分で、例えば僕が今ここで一生懸命頑張ったって、それって部分なんですよ。でもその人間、部分を担う人間が増えれば、全体的に日本っていうのってちゃんとしていきませんか、ね、なので、僕はそれをやりたいなと思ってます。皆さんに催眠術をかけます。左手と右手、ね、その中で中指を注目してください。中指注目してください。中指伸びろ伸びろ伸びろ、中指伸びろ伸びろ伸びろ、もう一回真剣に、中指伸びろ伸びろ伸びろ、中指伸びろ伸びろ伸びろ、比べてみてください。右手と左手、伸ばそうと思った方伸びてませんか。つまり人っていうのはちょっと暗示をかけただけで肉体すら支配することができるんです。だから皆さんの行動も思い込み力で変わります。日本を良くしましょう。そしてダフにいつか出て第一歩なんですよ、ここに立つっていうのは。僕はその第一歩のつもりで今日ここに立ちに来ました。